参りましょう。ようこそミーラコインの部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。昨日行われましたね、ワールドカップ半年前になりましたね。うわ、もう半年後か。まあ、ちょっとね、世の中は WBC なんですが、まあ、ちょっとそこはちょっと僕らはおとなしくしてですね、終わったら、まあ、大谷選手も大爆発してますが、まあ、ちょっと終わって落ち着いたですよね。なんですが、その半年前ということで、昨日3月6日、ラグビー日本代表ヘッドコーチ、ジェイミー・ジョセフ氏の会見が行われましたということで、まあ、いくつか記事あるんですけれども、まあ、特に、僕が抽出してですね、ここは、これを伝えた方がいいかなって言ったところをちょっとピックアップしたので、皆さんと共有できればなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、参りましょう。まずは、スケジュールですよね。で、ちょっといまいち分かってなさそうだ、分かってそうで分かってなかったんですけど、まず、7月8日、5月の20日にリーグワンの決勝が終わると。で、そこから合宿入って、1ヶ月今日、ぐらい、で1ヶ月半までいかないか、7月8日にですね、秩父宮のラグビー場で、リポビタンデーチャレンジカップ2023ジャパン15 vs オールブラックス15と。でこの一番下に書いたんですけど、オールブラックス15はこれジェイミー の発言持ってきたんですが、オールブラックスニュージーランド代表への選出を貪欲に狙う選手たちで構成されたチームで大きな挑戦となりますしということなので、まあ、バリバリのオールブラックスではないと、まあいうことなんですが、まあね、ご存知、オールブラックスの選手層の厚さって言ったら半端じゃないんで、まあ昔はそこにも全然勝てなかったんで、ああでも今回はね、まあできればね、勝ち見たいですけどね。で、それが、まず日本もジャパン15やって、で、翌週ですね、7月15日に、日本代表ですね、こっちは。で、オールブラックス15で。だから、そのオールブラックスではないので、正式な本試合はキャップ対象試合ではありませんということなので、出場メンバー選ばれてもキャップ1はカウントされねえということになります。で、ここもう空いてないですね。もうすぐ、翌週から今度は札幌に飛んでですね、大変だ。パシフィックネーションズが始まると。で、札幌ドームで、サモア。サモアもやりますからね、当然ね、3試合目に。サモア代表との対戦は17度目。5勝11敗。いや、なんか、この前勝ったから勝ち越してるイメージあるけど、そんなことないですよね。となり、2019年10月のラグビーワールドカップ以来となりますということですね。で、その翌週、今度は東大阪ですね。リポビタンデーチャレンジカップ2023パシフィックネーションシリーズ日本代表 VS トンガと。で、トンガ代表とは19度目で、うわぁ、9勝9敗。ここはもうイーブになってきたな。で、2019年の8月。に同じ時期、4年前の同じ時期に行われたパシフィックネーションズカップ以来の対決ということですね。で、最後、パシフィックネーションズ、最後はフィジーなんですが、会場がまだ未定だということですね。これもでももう毎週やるということで、フィジー代表との対戦はなんと4勝14敗。そうなんですね。で、同じくパシフィックネーションズ以来と、19年の。で、これは、ちょっと前に報道されましたが、まあ、結局、この直前のタイミングですね、はイタリアになりました。前回2019だとあの、南アフリカと。このタイミングで南アフリカだったんですけどね、そこで福岡堅樹選手がもう憎まれっぽいのして、三浦は絶望したというのをちょっと覚えておりますが、ねえ、この直前の試合だからね、怪我とか本当に気をつけてもらいたいな。だけど、イタリアといえばもう今もう絶好調なんで、まあ、ランキングもほぼ同じですし、まあ人によってはもう日本、イタリアの方が上なんじゃないかという人もいるぐらいのチームとやれるっていうことは、まあすごくいいなということで、これが終わってから本ちゃんと、ああいうことになります。なんとなくちょっとこのスケジュールが僕分かって、それ分かってなかったんで、ちょっとメイクさせていただきました。まずはそこです。で、ジェイミー、日刊スポーツさんの記事が一番分かりやすかったですね。なのでちょっとそこを一番持ってきました。6.9、厳選、だから6月9日、5月20日だからそうですね、11、20日後ぐらいか。リーグワンの決勝の。厳選サバイバル合宿スタートと、9月8日開幕のラグビーワールドカップフランス大会に向け、日本代表ジェイミー・ジョセフヘッドコーチが、6日都内で23年の活動会見に臨んだと。
で、これですね、5月20日のリーグワン決勝後は選手に休養を与え、まあ、そういう意味では決勝に残らない人とか入れ替え戦がない人とかはまあまあ休めるかっていう感じですね。でも約45人の厳選した代表候補メンバーで、なんかジャンボジェットに例えてましたね。だから6月7月でその期待をなんか上昇させていきたいみたいな表現をされてました。開幕まで半年となる今月8日を前に19年日本大会の8強を超える目標達成へ闘志を燃やしたと。まあ、まずはちょっと8強行ってもらいたいですよね、やっぱね。もうジェイミーは終始真剣だったと、真剣な表情。48分ぐらいの動画だったんで、しかもなんか音聞こえにくいんで、あんまパーって斜め聞きしかしてないんですけど、まあ、記事の方を優先させたということですね。で、続きましてが、ワールドカップの半年でジョセフヘッドコーチは真剣な表情を崩さなかった。現在はリーグワン視察してますね。先日のベルブリッツとサンゴレスの例も出してましたね。ああいう試合が増えればいいと。2月には試合がない週に候補選手とのミーティング合宿を実施した。ね、ここにね、あの選手が呼ばれてなかったって大問題になってますね、今ファンの中では。すでにワールドカップ前に臨む6試合も発表されており、合宿に関してはジャンボジェットと例えるている6から7月で期待を少しずつ上昇させたいと見せたと。で、ジャンボジェットの座席はもうジャンボジェットすごいな。最終的なワールドカップ登録メンバー33人、33人ですね。その定員を目指すサバイバルは激化する。昨年は春が63人、秋が52人の代表候補で出動。結構選ばれたっていう感じですよね。それは新型コロナ陽性者が出た際の対策もあったんですが、今回はもう日本も制限が緩和されてきたので、6月9日開始の国内合宿から4戦後の7月8日にはオールブラックスセーフティ戦が予定され、効率よくしていくことが重要と。45から46人選手を集めということなので、もう圧倒的に去年より少ないですね。1ポジション3人か、 15×15×、 最終的に23人が出る。規模が小さい方が選手は試合をたくさんできる、まあ、そうですね、説明したと。当落戦場の選手はリーグワンで、のアピールが不可欠だ。4年前に多くが国際圏、まあね、いまだにサンウルブズの話は出ますよね。日本チームサンウルブズは消滅。昨年は大所帯で代表活動を行い、格下ウルグアイ戦などで若手が経験を積んだ。だがメンバーを厳選する今年はリーグワン閉幕後に休養期間を設定した上で始動。この日ジョセフヘッドコーチが素晴らしいと、ここですよね。あえて名前あんま出さなかったですよね。でワールドカップ3大会連続出場のリーチマイケルとプロップ稲垣啓太らで構成される埼玉のフォワード第一列という実績組だけにとどまった。まあだから内定確定しているところですよね。堀江さん、坂手さん、まあ、グレーグ・ミラーもそうかな、バル・アサイリアリもそうかなとかね、すごいですよね。まあ、確かにすごいんですけどね。で、ちょっとここに関して下のところは違う記事でやりますが、松本さんの記事だということを伝えたかったのでここは載せてます。で、それはこっちの日刊スポーツ、引き続き日刊スポーツでこれ他の日本代表以外のことも話してるんですが、まずすみません、ちょっと読むざっくり言う と、イングランドは、AD 変わってるよと。で、司令塔ファレルが、マーカス・スミスがね、なんかスコットにも入らなそうですよね。ファレルスタンドオフに配置転換。日本のジョセフヘッドコーチはチームのやりたいことは見ていて分かる、相手の攻撃もある程度予測はついているということですね。もうそこはもう後藤さんのことばかり言うと、もうなんか対策は練ってると思います。で、アルゼンチンはね、いいっすよね。毎年やる南半球4カ国対抗から強化が本格化ということですね。で、一番下、もう一つの丸、優勝争いは熾烈だ。アイルランドは37歳のスタンドセクストンを中心に安定感、まあですね。開催国で同2位フランスはデュポンを中心にテストマッチ無敗。昨年はこの前負けましたと。南半球の王国ニュージーランドは昨年の低迷から浮上を目指している。イングランドの、前監督のエディ・ジョーンズ氏は今年からオーストラリアを引き、もうなんかこう見るとぐちゃぐちゃだな。2連覇を狙う南アフリカも優勝候補。リーグワン横浜の同国代表スクラムアウトデクラークは3日後の試合後にも、
ここでいいプレーをしたら円倍の可能性があると意気込むなど、他国でも代表争いが繰り広げられているという、まあちょっと他国の話も触れていただいたということですね。で、先ほどのちょっと飛ばしちゃった代表強化のところは、こっちの大谷さんの記事の方が詳しかったんで、こっちでやらさせていただきました。初のワールドカップ4強へ、ジョセフヘッドコーチはこれ3つですね、セットプレー、空中戦、守備の3つの強化点を挙げた。アタックは書いてねえと。いやでも特に、ね、空中戦ですよね、なんとなくね。野口選手とか出したいぐらいですよね。昨年秋の、欧州遠征のイングランド戦では3連続でスクラムの反則を取られるなど、チームとしても自信を失ったという。なんかスクラムはでもなんかまたやってくれるような気するんですけどね。体格で劣る日本はハイボールを用いた相手戦術への対処も想定しなければならない。そして一番大事なところは守り。もう日本代表がここまでディフェンスディフェンスって言うといいっすよね。他にも個々のタックルを磨こうか、1次リーグで同組のアルゼンチン屈強な肉体が武器で対抗するフォワード陣には肉体強化の指令も出していると。まだ肉体強化するのかというところですね。さすが。昨年はコロナ感染者が出た場合を想定し、代表ちょっと繰り返しになりますが多く調整 してましたが、今年はもう少し絞ると。ただしみんなにチャンスがあると。リーグワンを中止しつつ各チームを巡回し、選手と対話を積み重ね選考に当たる。ジョセフヘッドコーチは選手がワールドカップでピークを迎えられるようにしていかないといけない。一試合一試合を確実にして前を見ていきたいと青写真を描いたというところで、まあセットプレー、空中戦、守備っていうところは僕らファンもちょっと意識しておいた方がいいかなと思って、ちょっとより詳しく書いているこっちの方を紹介させていただきました。で、最後、まあちょっと僕的にはなんかね、何なんだろうと思ったんですけど、日本ラグビー協会の土田会長は会見後の取材で、日本代表のジョセフヘッドコーチをワールドカップ後も続投させる考えを示した。予選突破しなかったらどうするんですかね。他の候補者もピックアップする考えを示しつつ、ジョセフヘッドコーチを第一候補、本人に27年のワールドカップも検討していただきたいと話していると明かした。16年に就任したジョセフヘッドコーチの契約は今年の秋のフランス大会後までとなっているが、母国のニュージーランド代表の公認監督候補にも上がっているということで、まあ相当ね、こっちの方がなんか有力なんじゃねえかっていう話もありますし、もちろん素晴らしいヘッドコーチだと思うんですけど、このタイミングでなんか言うのはちょっと僕的にはんとか思ったんですけど、まあいいっすわ。そんな感じで、日本代表の記者会見、さすがに40分の動画は見るのは辛いという方のためにちょっと要点をまとめてみましたということで、半年後です。まあちょっとね、リーグワンが佳境なんであれですが、こちらの方も合わせてチェックしていきましょう。それでは